エクスパンシスって並行輸入業者なので、普通のお店とちょっと勝手が違うことがあるんだよね。ということなんで、エクスパンシスで買い物するときには、一応このご利用ガイドをきちんと見といた方がいいと思いますんで、自分なりに解説したいと思います。香港オフィス直通電話あるんだね。知らなかったよ。で、IP 電話となり国際料金かかんないよと。あ、そうなんだ。当然これ日本語通じるんだよね。で、当然メールでも問い合わせできるよと。ここ結構大事。弊社で扱っている商品は仕入れ先や時期によりモデルが異なると。香港版だったり東南アジア版だったりヨーロッパ版だったりするよと。どこの地域用なのかによってネットワークの対応度が違ってくるので、これ要注意です。なので、エクスパンシスでスマホを買うときには、ここの型番を確認するだけではなくて、これもね、きちっとチェックしておかないと怖いですね。メジャーな機種ならば、まずあんまり気にしなくてもいいんだけど、ここってね。例えば、シャオミのこの端末とかって、シャオミってもともと中国メインで売ってるメーカーなので、海外での電波状況とかあんまり考慮してないんですよ。なので、こんな風になってんのね。4G がバンド3とバンド7にしか対応してないんですよ。ということはですよ、つまり日本国内で有効なのはバンド3だけで、こっち意味ないと。で、バンド19に対応してないんで、いわゆるプラチナバンドを使えないということなので、相当不便だよね、これね。こういうケースもあるので、ご注意ください。日本以外のサイトよりご注文いただいた場合は、価格の見直し、日本のサイトからの再注文等を行っていただくことがございますって書いてあるね。いや、逆に言うと、別に日本以外のサイトから注文しても絶対 NG ってわけじゃないんだ。時々エクスパンシスで製品を検索していると、日本のサイトでは売ってないですけれども、ブラジルとかなんかそっちのサイトでは売ってますよっていう風なお知らせが出ることあるんですけど、そっちで買っちゃってもいいっていうことなんだ、やっぱり。クレジットカードがそっちの国で使えるかどうかっていう問題はあるけれども、結構日本のサイトだとすぐリストから外れちゃうことあるんだよね。あら、こんなことまで書いてある。日本のサイトに掲載されていない商品でご希望の商品がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡をお願いいたします。商品の掲載の検討させていただきますって書いてあるね。え、そうなんだ。知らなかったよ。これ知ってたら Z ウルトラとかさ、 G フレックス2とか欲しかったんだけどな。あとね、商品のキャンセルについて。クレジットカード払いの時には、キャンセルは発送前まで承り、キャンセル料は発生しないと。で、銀行振込の場合は、こういうふうなキャンセル手順になってるよと。入金後のお客様都合の場合は、振込手数料を差し引いて返金するよと。まあ、ほにゃららっていうのがいろいろ書いてあるんだけどね。で、PayPal の場合は、キャンセル手順はこうなってると。銀行振込の概要と同様だということだね。ただ、PayPal でさ、別に振込手数料とかかからないよね。銀行振込と同様って言ってる意味がよくわかんないんだけど、とにかく、発送前までキャンセルを承っていますということだね。エクスパンシスの最大の謎、税金について。たちが悪いのはね、税金は商品が日本の空港に到着して税関を通る際に課税されますと。で、日本で発生する税金につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、必ずお支払いをお願いしますと。配送業者によって税金の支払い方法も異なりますと。で、まあこうなってんだけど、じゃあ一体いくら税金がかかるのっていうのがね、これがね、非常にわからないんですよ。税金がいくらになるのかっていうのはですね、この記事がわかりやすいかな。わかりやすいかなっていうか、もう2010年の話なんで、情報としては正しくないと思うんだけれども、仕組みとしては基本的にこれだと思うんですよ。で、まあここ読んでいただければわかると思うんだけど、非常に法則が複雑なんですよ。ギャラクシータブは1万円
以上なので関税と消費税の対象になりますと。売値の60%から80%で計算されるようですと。明細を見ると6万8000の 60% で4万800円となっていますと。で結果として、こういう計算式で2000円が消費税になったという話なんですよ。でまたねこのねルールがねたびたび変わるんですよ。なのでぶっちゃけ買ってみないとわかんないんですよ。でしかもねこれフェデックスだからなんか明細が出てるんだけど、自分エクスパンシスで3回注文したことあるんだけど、すべてヤマトで申し込んだんですよね。でヤマトで申し込むといくらになりますっていうお知らせしか来なくて、その明細って全く来ないんだけどな。なので法則が全くわかんないんですよ。どうしてその値段になったのっていうのが、この辺正直ね慣れないと不安になるよね。まあ別にこれエクスパンシスに限らず並行輸入業者は共通の事情だと思うんだけどさ。まあいいや、先行きましょうか。保証について、あ、スマホとタブレットは1年間の保証がついてんだ。知らなかった。保証書は商品に同梱されてないと。すべて端末の IMEI 番号またはシリアル番号で識別してるんだ。ああ、そうなんだ。初期不良期間は発送日から14日以内と。14日以内であれば商品の交換または返金ができますよという話だ。それで15日目から3ヶ月内は修理対応だよと。3ヶ月から1年の間は送料はお客様負担だよと。ただし向こうからこっちに送るときは向こう持ちということになるんだ。逆にこっちの期間の時にはどっちも無料になるよと。という感じでかいつまんで解説しましたけれども、他にも重要な情報たくさん書いてあるので内容も随時変更されるみたいなので、エクスパンシスを利用していてなんかおかしいなとかよくわからないなっていうことがあった場合は、一度このご利用ガイドを熟読してみることをお勧めしますね。